にちは。今日の全国の天気をお伝えします。まずは寄せられたウェザーリポートをご紹介します。広島県広島市の方よりいただきましたこちらのリポートです。雨は今パラパラとなったりまた降ったりの繰り返しのようです。風は全くというほど吹いていませんといただきました。はあ、広島の方では無風ということですが雨がパラパラと降っているという報告をいただきました。ありがとうございます。それでは続いて見ていきましょう。続いては福岡県の飯塚市の方よりいただきましたこちらのリポートです。とにかく風が強くてピューピュー言っています。はい、福岡の方では雨は止んで雲は多めながらも少し綺麗な空が広がっているのですが風が強くてピューピュー吹いているということですね。強い風の報告をいただきました。ありがとうございます。それではここからはアイコンで全国のお天気確認していきましょう。今日は台風18号の影響で日本海側ほど荒れた天気となりそうです。九州は昼頃まで雨風に注意をしてください。特に対馬の方では夕方頃まで激しい雨や風に警戒が必要です。そして中国エリアでは夕方にかけて北陸では夜そして東北では深夜から明日にかけて台風の接近に伴い荒れた天気となる恐れがあります。警戒をしてください。また今日はその他のエリアでもにわか雨の可能性があります。雨具を持ってお出かけください。以上全国の天気をお伝えしました。この後も気をつけてお過ごしください。